皆さんこんばんは、激辛ジョニーです。今日もみんなのお尻に火をつけちゃうぞ。はい、というわけで今日もやっていくんですが、今日はですね、マジックスパイス下北沢店に来てます。イエーイ。で、ここなんですけども、多分前回ですね、ここ2回目なんですよ、実はこのお店。はい。で、前回食べた時は、コク200倍のカレーを食べたんですけども、さらにその上があったんですよ、実は。そう、それが、アクエリアス、オッケー！紹介したい人がいるんですよ。マジックスパイスにちなんだ、あの人ですよ、あの人。じゃあ紹介していきますよ。その人が、こちらです！でん！わーえ誰誰じゃねえよ。さっき紹介する言ってたじゃねえか。名前が、はいはい、カレーカレーカレーさん。カレーさんじゃないよ。カレー食べてるけど。あ、ごめんなさい。はい、あ、今日ですね、はい、ごめんなさい。はい、お名前、なんだっけ。本当にください、ちょっと。モー君。モー君、はい。そう。はい。モー君さんです。マジック YouTuber のモー君さんです。はい。ありがとうございます。今日も来て伊藤健です。本名伊藤健、芸名モー君なんですけど、はい。名前忘れないでもらっていいですか。マジシャンらしいんですよ、はい、結構すごいマジシャン。日テレの、27時間テレビかな、うん、あの企画でなんか AKB さんとかお笑い芸人の三四郎さんとかいろいろ出てるやつで一番楽しました人が優勝っていうので僕優勝しました。素晴らしい、ありがとうございます。今日はね、ちょっとその技も後半ちょっと、はい、マジックをね、はい、披露してもらいたいなと思ってるんで、はい、今日なんですけど、はい、一応コラボということでモー君の方で流してるんで、その前半の様子は見てください。はい、ここに貼り付けておくんで、これからアクエリアスを頼むということで、うん、じゃあ早速頼んでいきましょう、はい、レッツゴー。ほんと出来になりますね。一番辛いのがアクエリアスでしたっけ、はい、そうですよね。ポーク角煮のアクエリアス。オッケー、アクエリアス入りました。いいっすよ、どんどん食べちゃってから僕を待たなくていいっすから。マジックのように平らげてください。できないでしょ。急に大人になる。うーって言ってたで、急に。どうぞ、食べてください。人が食べてるのを見てるの好きなんで僕。お母さんじゃん。まあまあ。どど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 。美味しい美味しい。オッケー、美味しい美味しい。美味しい。食べる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 。やだやだやだ。もうこれ訴えていいレベルだからね、これ。今の訴えていいレベルだからね、これで。そういうマジック、こういうマジック。これもう絶対もう訴えられるから俺ホントに。そういうマジックって言っとけばね全部許されるよ。来ました。おお、これは何でしょうか。ポーク角煮のアクエリアスです。アクエリアス、オッケー。ついにご対面しました、アクエリアス。すげえ、待って、全然色違くない。これめっちゃ赤い。やばい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 。うわ、これはやばいぞ。絶対辛い。辛そう。今夜もかましこで聞いてくれな。うっせー、うまみ満点充電車辞食開始アクエリアス、味覚崩壊スパイスマジック画面アタック防空パニック。いただきます。いただきます。じゃあ行きましょうか。これね、めっちゃ赤いよね。うわ、信じらんねえ。えげつねえよ。めっちゃ辛い。ちょっとどんな感じか。いきますよ。ガッ、あっマジで、あダメだこれ、あとがダメなんだ、これあとがダメなんだ、あとから。うわ、ちょっとあとから襲ってくるパターンですね。あっさ、なんかおお、あ、喉が、はい、喉です。焼ける。はい、やばいらしいです。よーし、これは楽しみだ。うわ、超辛い。うわ、でもめっちゃうまそうだよこれ。でもどうしたどうした。あ、そう、確かに結構、ああ、後からこう来ますね。後から来ますよね。後から後から来るよね、これね。もうすでに汗かいてますよこれ。うま辛いですね。いや、それすごく美味しいです。これうまいわ。はい、さっきこれなんだっけ、チキン。チキンです。で、これが豚角煮にしちゃいます。あ、これが豚だ、はい、違うっすね。ビーフ頼んだ角煮がプリプリしてるんですよ。どうですかどうですか。あ、とろける。絶対美味しいじゃん、それ。うまっ。チキンもすごかったんですけど、なんか柔らかくないですか、めちゃめちゃ。柔らかい。なんか、でもなんかすごいドロドロしてるんで、なんかスープカレーとかカレーっぽいですよね、多分それ。結構カレー、こっちはもう完全にスープだ。こっち結構ドロドロしてる。へぇ、うん、
そしたらもう、うん、僕食事に専念するんで、はい、なんかいろいろ喋ってください。そうですよ。でも腹減ってるから。はいはい、わかりました。まあ、めっちゃ美味しい。豚の角煮どんぐらい入ってるんですか。豚の角煮、はい、5、6個ぐらい入ってんだよ。じゃあ4つぐらいかな。でっかいの4つぐらい入ってるんですか。うわー、うわ、超辛そう、超辛そう。うん、でさっきも僕のチャンネルにも言ったんですけど、スープカレー発祥じゃないですか、ここ。それ知らなかったらしいですけど。わざわざここで言う必要ないだろ。やばい、汗がやばい。汗やばい。もう結構かいてますね。結構かいてますね。いいじゃないですか。うん。うん、うん、ふん、めっちゃ美味しいっす。やばくない？うわ、めっちゃ汗かいてるじゃないですか。皆さんやってみましょう。ここで来ました、塩吹きタイム。どど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 、今日もびっちょんこでしょ。めっちゃ椅子にぶつかったけどね。やばいね。やばい。いや、だってそっちも辛いっすもん、実際。そりゃそうでしょ。極楽でしょ、こっち。極楽です。こんな辛そうな名前してないもん。まあ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 、アクエリアスの方が甘そうだけどね。ちょうどいい、ちょうどいい、快適。ちなみに今まで一番食べた辛い料理って何？はい、でもこの間なんかジョニーさんの動画でもありましたけど、激辛ペヤング のエンドってやつじゃないですか。うん、僕あれ一番辛いんじゃないかなと思うんですけど、僕の食べた中で。マジか。大したことないですか。全然全然。あれ辛さレベルで言うとどんぐらいですか。2ぐらいとかじゃない。マックス10で2。ええ、じゃあ僕のこれは食べましたよね。これ何でしょうね。1以下。1以下って何よ。辛いからね、一般の人が食べたら辛いからね。その指標やばいから。てかめっちゃ滝のように出てるじゃん。めっちゃ滝じゃん。何が何が。汗すごいよ、汗すごいよ。違う、塩だ。その訂正はちょっとおかしいと思う。塩です、これは。あ、塩吹いてるんですか。これやばいね。はぁ、超汗だ。インゲンとかいっぱい入っててうまいっすね、これ。めちゃめちゃ野菜多いっすよね。うん、ご飯は食べ終わったんで、残りルーの方を食べ越したいと思います。お、いいね、だいぶ減ったね。だいぶ減りました。いけるタイプなんじゃない。いや、でもすっごい辛いです。汗超止まんないです。いい汗かいてるね。誰なんですか。角煮がうまいんですわ。いや、絶対美味しいですね、それね。ちなみになんか得意なマジックとかあるの。トランプとか。はい、トランプぐらいしか。完食しました、完食しました。完食するマジックは聞いてないから。ごちそうさまです。得意のマジック。でもトランプマジック得意ですよ。はい、トランプマジックも得意ですし。え、じゃあちょっと後で見せてよ。何でもいいです、何でもいいですよ、マジで。何でもいいですよ。やったね。何だったらこのフォーク負けとかできますか。え、マジで。今多分できますよ。嘘でしょ。はい、どうせ直すんで、お店には怒られない。で、こっちにもフォークあるじゃないですか。はい、一応2本用意したんですけど、まあこんな感じでフォークあるじゃないですか。ちょっと触ってみてください、これ。まあ普通のフォークだなみたいな。はい、はい、普通のフォークですね。普通のフォークですね。で、こちらも同じく硬いと思うんですけど、はい、はい、全く一緒です。はい、全く一緒のフォークですね。はい、どっち使います。どっち。はい、どっちか曲げます。じゃあこっち。どっちか曲げる。こっち、こっちですか。はい、どっちか曲げるんですけど、すごい多分硬かったと思うんですよ。はい、で、こっちもすごく硬かったと思うんですよ。で、力ずくでやっても多分、ちょっと触ってもらっていいですか。多分力ずくでやっても相当硬いんで曲がらないと思うんですけど、よく見ててほしいんですけど、カメラでいきますよ。ここ舌をこすってあげます。こすってあげると徐々に、徐々にですよ。おお、あれ。嘘でしょ。ここ撫でてあげるだけで。すごいね。これ見てもらうと分かるんですけど、全然違うんですよ。お、ほんとだ。全然違うんですよ。あれ、全然違う。マジで。え、全然違うんですよ、これ。ほら、触ってみてください、これ。こっち曲がった方です。こっち普通の方です。え、全然違うでしょ。あ、はい、あ、ほんとだ、全然違う。あれ、全然違うでしょ。あれ、そう、これステンレスだからね。え、すごくない。はい、あれ。
すごい、いやこれはすごいわ。そうそう、まあ、ただ、まあ、あのこのままだとあの店員さんに怒られちゃうんでね、あのこうグニュグニュグニュってやってあげて息を吹きかけてあげると結構元通りになっていくんですよね。これで多分、あ、こっちだね、こっちだね、ほぼもう元通りじゃないですか。すごい素晴らしい。誰でもできる？できないです。いつからマジシャンやりだした？小1っすかね。小 1？ 小1っすね。意地なんねじゃんよくわかりますね。10年ぐらいになるんですか。もう、うわーっという間じゃないですか。もうね、はい、もうちょいだね。もうちょいじゃないですか、それ。あーし、じゃあちょっとラストスパートかけていこうかな。いや、かけてください。うわー、美味しそう。うん、はい、うまい。うまいっすね。これ一番美味しい。いやー、そんな勝手にうまいだろうな。うまいっすか。うまい。いや、美味しいっすね。確かに。最後の一口。おー、食べたー。シグマで食べた。すごい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。完食しましたー。オッケー。どう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 。いや、すごいと思います、すごいと思います。そう、汁飲むのすごいっす。汁無理っす。マジックで消したわけじゃないからね、ちゃんと食べたよ。知ってるよあれ、ちょっと待って、ジョニーさんがやばいかもしれない。ちょっと待って、え、ジョニーさん、え、ジョニーさん大丈夫ですか。ジョニーさん、え、大丈夫。ジョニーさん、痛い。そういうマジック。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。もっと見てください。ほら、だいぶねっとり、ねっとりボタンはここだよ。 OK、 チャンネル登録してね。 OK、 もっともっともっと増えろ。 OK、じゃあ見せてちょうだい、はい、マジックとやらをじゃあトランプを使ったマジックするんですけど、うん、ちょっと軽く混ぜまして、1枚だけ好きなカードを選んでもらうんですけど、かっこいいね。何でもいいです、1枚パッと取ってください。1枚、はい、じゃあこれ、はい、じゃあそちら覚えてください。はい、ね、じゃあ僕も見ないようにしますね。はい、これですね。はい、じゃあジョーカーね。はい、そういうおっさんいるんだよねそういうおっさんいるんすよいる、ハートの2とか適当なこと言うやつこんな感じで、忘れてた。まあ見てわかると思うんですけど、こんな感じでバラバラのカードで、自由に選ばれたカードなんですけど、じゃあ中に戻して、ここに置いてもらっていいですか。じゃあ、はい、置いてもらって、じゃあ軽く混ぜますんで、こんな感じで混ぜていきます。で、選んだカードを、まあ、当てるってマジックなんですけど選んだカード、今ここのどこかにあるじゃないですか。はい、息を吹きかけるとそのカードだけパンって出てきます。うっそー、飛んで出てきます。ピューってマジで、マジで、嘘でしょ。いきます、いきます、よく見てください。じゃあいきますよ、ワン、ツー。息を吹きかけると1枚だけ出てきます。これが選んだことは何でした。ハートの5。完璧、ハートの5。おお、え、すごい。なんでなんであれ、急にいいお客さんになるなさっきまでジョーカーとか言ってた。待って、これはすごいかっこいい、素晴らしい。ありがとうございます。イエス、よかったよかった。これすごいな。はい、じゃあせっかくなんでもう一個、じゃあお見せしたいと思います。赤いカード用意しました。僕今使ってるのは青いカードなんですけど、分かりやすいように赤持ってきました。じゃあこちらジョニーさん持ってもらっていいですか。はい、じゃあ一緒に同じことしてほしいんですけど、こんな感じで握ってもらって、どっち利きですか。右利き。右利き、じゃあ右でこう持ってもらって、下からバチバチとちょっと弾いてください。こんなちょっと整えてもらって、はい、下からバチバチと、はい、で、カメラに見せてやってください。いろんなカードあるよっていうのをこうカメラに、はい、マジシャンになった気分で、はい、いろんなあるよ、ま、画面見て分かると思うんですけど、いろんなカードあるじゃないですか、うん、じゃあジョニーさん、好きなところでご自身でピタッと止めてください。ピタッと、はい、ね、はい、止めました、はい、上のカードを持ち上げてください。上のカードを、はい、全部持ち上げて、山を持ち上げて、はい、机に、ここにしばしば置いてください。ここに、で、この今、自分でストップしましたよね。はいはい、これ、自分で覚えてください。僕には見せないように、はい、いいですか。はい、ね、でカメラにも見せてください。はい、ね、
いいですか、ジョーカーね。はい、またね、またね、また嫌なおっさんね。OK ですか、はい、したら戻しましたよね。はい、そのカードちょっと分かりやすいように手前にちょっとずらしてください。はい、で、今この置いたカードを上にドーンって乗っけてください。これね。はい、そんな感じで乗っけてあげると、今選んだカードが今真ん中にある状態です。よく見せてください、真ん中にある状態ですね。はい、いいですかね。はい、いきます。ここからです。僕今手触れてないですよね。はい、弾いたのもジョニーさん、ストップしたのもジョニーさん、はい、そして真ん中に入れるのもジョニーさんなんですけど、はい、今からやることって、よくテレビで見たことある、真ん中に入れたカード一番上に上がってくるよってあるじゃないですか。はい、あれを一切手を触れずにやります。今これ選べましたよね。うん、中に入れちゃってください。はい、入れちゃってください。で、左手で蓋してください、上にボンと。こう選んだカード何でした？スペードの6。一番上に上がってきてます。嘘だ嘘だ絶対嘘だ。自由に弾いて自由にストップしました。はい、いろんなカードありました。中に入れて一番上、一切触れずに。本当に？多分。おお、すごい。スペードの6です。マジだ。見てください、こちら全部普通のバラバラのカードで、2枚とスペード6はありません。すごいね。なんで？スペードの6です。で、バラバラですよね。いきますよ、スペード6、中に手出してもらっていいですか。はい、はい、スペードの6です。ちょっともうちょっと上に行きましょうか。スペードの6をここに置きます。これですよね。はい、ここに置きまして、この状態でノーカバー、一番上。そうだそうだ。完璧。もちろん2枚目違いますよね。はい、はい、いきます。すごいな。スペードの6中に入れました。今こうやってバラバラなんですけども、ジョニーさん、手を UFO キャッチャーみたいにしてもらっていいですか。 UFO キャッチャー、はい、好きな枚数バッと取ってください。はい、あ、じゃあこっち向けていきますか。ワン、ツー、バン。スペード6出てきます。嘘でしょ。おー、マジだ、すげえ。待って、絶対おかしい。絶対、本当に、はい、すごいな。いきますよ。じゃあスペ超達じゃん。超達じゃん。リンチキだろ。中に入れてあげまして、もちろんいろんなカードがあります。中に入れてあげまして、1枚ずつこうやって配っていきます。はい、好きなところでジョニーさん、ストップと言ってください。ストップ。ここでいいですか。それでいいです。変えなくていいですか。大丈夫です。このまんまスーッと前に出しますよ。はい、変えないで。一つでも違うと、ハートの10とダイヤの10でした。はい、これスペード6だったらすごくないですか。うん、見てください、完璧。ガチなガチ、完璧。すごいね。ちなみにジョニーさん、はい、なんでこのスペードの6、こんなにもすごいことできると、まあ予測でいいですよ、憶測でいいんですけど、なんでだと思いますか。まあなんか例えば、なんかすり替えてんじゃないの。すり替えてる、すり替えてる。他は、いやでも触ってないもんね。はいはい、他はなんか予想でいいですよ、なんかスペードの6が何枚か、はい、何枚か入ってる、あ、何枚か入ってる、何枚か入ってるとかよく言われるんですよ。で、スペード6って自由に選ばれたじゃないですか。ちょっと待っててもらっていいですか。で、こんな感じでバラバラなんですけども、よく見てください。いきます、こっからです。一番下に置いてあげます。はい、息を吹き上げてください。吹きかけてあげるとスペード6増えます。息を吹きかけるとスペード6増えます。息を振ってるとスペード6増えます。スペード6増えます。あれ、スペード6増えます。マジで、これ何がすごいかって、これ全部スペード6なんですよ。これね、何がすごいかって、待って待って待って、マジ全部、そう、スペードの6になってしまいます。ただただね、このままだとトランプとして成り立たないんで、スペードの6、こすってあげると普通のカードに戻って、僕のマジックは終わります。ありがとうございました。待って、すげえなこれ。ありがとうございました。